ゆりこたゆがです。皆さんこんにちは。今日はなんと伊豆にいます。イエーイ。今回はね2回目なんですよ。去年も一人旅、あのイタリア語のチャンネルのために伊豆に来たことあるなんですけど、まさかまた来ると思わなかったのです。今日はすごくワクワクします。では Let's go。一緒だ。かわいい。あった。コーティカフェ。おお、楽しい。あ、パレも美味しそうね。ここにしようかな。食べたくないぐらいなんですけど、すごい美味しそうです。いただきます。あ、味濃いですね。味濃いんですけど、うどんめっちゃ柔らかい。こっちも、うん、こっちはマグロとご飯。いただきます。うん、うまい。うん、これは木の気がする。うん、木の味はしてて、うん、うん、そうね、醤油がなんでいらないのは、もう醤油が入ってる気がする。おいしい。見て、スヌーピーだ。かわいい。うん、おいしい。抹茶ラテって感じます。このスヌーピー何なんですか。なんだろう、マシュメロ。うん、マシュメロ。マシュメロです。マシュマロ、うん、マシュマロ、マシュマロですね。おいしい。あとここの中にも入ってた。うん、入ってた。あ、今から描きたいと思います。かわいい。ちょっとでも猫かわいい。よっしゃ、描きました。見て、ラテちゃんとアモレ君を描きました。せっかく猫のところなので、ちょっとラテちゃんとアモレはずっと一緒にいられますように。で、描きました。ラテ、このカフク。この前最後だった。で、実は間に合わなくて、前の方は写ってくれたの。よかったらどうぞみたいで、最後だった。超感動した。うわー、その兄さん大好きだったな。かわいい。これせっかくだから、なんかすごい美味しそうなジュースを飲みたいなって思います。いや、ちゃんとしてるって言い方ものすごい悪いけど、あの東京の果物はあんまり甘くないのイメージがあるなんですけど、これ超甘くて美味しい。すごいジューシーね。オレンジとかイチゴ入ってる。美味しい。それ何？甘夏。いらっしゃいませ。酸っぱー。
酸っぱい。美味しい、美味しいけど、すごい酸っぱいよね。私、甘いがいい。はい、みたらし団子にしました。すごい、ちょっとやけどしてる、かわいい。やけど焦げ焦げやけどでは、いただきます。美味しそう。うまいです。甘いけど、甘すぎないような感じはします。うん、外はちょっと固めなところあるけど、うん、中はすごい柔らかい。うん、ちょっとうさんくさそうな兄ちゃんが喋ってみる。いやいやいや。で、実はこの日本一の空気感っていうの。あ、いいね。自然。大自然。いいね。はい、走ってください。ありがとうございます。じゃあ、行きましょう。やばいやばいやばい。すごい。